はい、それなりに苦労してアンズちゃんをキャリーに入れました。これから病院に向かいます。病院に着きました。今から診察を受けるところです。大丈夫だね。アンズちゃんはおとなしくしています。ですけど、こっちの顔見てこれじゃないのっていう顔して、うん、それでもう一回じゃあ、食べないよりはいいかなと思ってチュールをあげたらまたペロッと食べたので、そうです、固まってるね、あつちゃん。おとなしいね。おとなしいね、うん、ちょっときつくない？ゆるくね、ゆるゆるって。あんずちゃん怖くないよ。さあ家に帰り着きました。だいぶ頑張ったね、アンナちゃん。はい、寝よっか。はい、今出してあげるよ。したよ。ジャン君ちょっと優しくしたいって入れてくれる？ちょっとね、手を洗ってうがいしてくるよ。おいしいね。おいしいおいしい。上手だね。ソーリンちゃんおいしいね。おいしいのか。おいしいの。あ、おいしいね。ちょっと待ってね。面白い顔になってるわ。噛んだ噛んだ。はいはいはい。マリコちゃん。よしよし。よし。噛まないのにゃ。食べないの？なんかにゃったりか味がするのかな。はい。このチュールには吐き気止めの薬が入っています。ちょっと先にカリカリを食べちゃったから、どうぞどうぞ。今日はちょっと怖い思いしちゃったからね。うーって、うーってもうなくなっちゃったんだよ。はいはい、もうちょっと出るかな。出た、ちょっと出た、ちょっと出た。おいしいね。あ、噛むな、いいよ、噛んで。噛み噛み、おいしいね。はい、いい子だね。
からケージの近くに来ていただきたいんですが、いかがでしょうか。でももうお腹いっぱいなのかな、この人。ちょっとさっきカリ、あのなんか夕方もカリカリちょっと食べて、うん、で今またさっき食べて、お探して。じゃあご飯では釣れないね。うん、まあいいんじゃないですか、うん。病院の行き先、病院での診察の内容を今ここで発表いたします。原因は正直わからないと、いうことになっています。これはもう大体そうなんだそうで、猫は、急に、嘔吐して、しまうことはあると。でその、範疇であろうということですね。何か誤飲をしたとかでもなさそうだということで、お腹をいっぱい触って、それは確認先生がしてくれました。で、考えられるのは、まあ、ストレスから来るものか、その他もろもろなんですが、うちの中での変化という意味では、まあ、ここ数日間は、まあ、例の部屋から、逃げ出してしまった事件以来ですね、ケージの中にちゃんと入って、ご飯の時に、ケージの中に戻ってもらいたい、そしてその癖をちゃんとつけたいということで、少し普段と雰囲気の違う行動にパパとママが出ていたと。これは、ここのところの変化なので、そのプレッシャーが、そうですね、アンズちゃんに、来たのかなということはちょっと考えられました。そこでケージに戻ってもらうのはご自由にしていただこうかと。でその前にですね、まあ取り組んでたというか自然となっていた部分もあるんですけれども、なでなでをたくさん続けてみたら結構このようにですね、出れてくれていると。そしたら膝の上に、クロケンパパは膝の上の抱っこ、マオイママは、胸に抱き上げる抱っこをチャレンジしてみようかなと。でこちらの方はプレッシャーというよりはどちらかというと、コミュニケーションというかですね、優しいつながりにつながると思うので、これをやりましょうということになりました。そして抱っこができたらそのまんまケージに連れて行って、なんていうかな、自由にそこで、寝たりご飯を食べたりできるよっていういざないにしようかなと思っています。どうですか、このなでなでの感じもだいぶいい感じになってるのお分かりでしょうか。そこなでなでしてるの思いません。ゴロンゴロンしたり、頭突きしたりしていたのが、うん、なんか落ち着いてきたよね。落ち着いてきたよね。お腹の触っても全然平気だし、うん、はいはい、時々甘噛みするけどね。うん、痛くない、いい子だ、いい子だね。嬉しくて甘噛みしちゃうね、はい。はい、カオリンか。そう、カオリンがお腹空いたってシュールで、あれしちゃったの。また明日食べてくれれば、階に降りてんのか。よいしょ。シャーを言ってますよ。はい、はい、ご飯だよ。違う。指はご飯じゃないそうです。怒ってます。いいんだじゃん。おいしいよ。いつシャアがやめるかな。やだね。楽しいでしょ。
しいね。悲しい。はい、ゆっくり急がなくていいんだよ。うん。持っていかなくていいんだよ。はい、アンズちゃんはチュールに続きささみも食べてくれています。チュールの中にはお薬が入ってますが、チュールはちょっと残し気味ですね。明日の朝またお薬入りチュール食べてくださいよ。申し訳ないんですけど、どうすか？食べるかな？食べるかな？いや、実は いらないの。カリカリ食べたからね。